ダニー・キャスはアメリカニュージャージー州バーノン出身のプロスノーボード選手。ハーフパイプ競技で死をも恐れないエアが特徴。同時にパンクの香りが漂った選手である。キャスは2002年の US オープンでバックトゥバック1080を初めて成功させた。このことによってキャスはスノーボード界にハーフパイプの大旋風というべき革新をもたらした。キャスの代名詞ともいえるバックサイドロデオやキャサロールはスノーボードで最も難易度が高く素晴らしい縦回転の技の一つである。2002年のソルトレークシティオリンピックと2006年のトリノオリンピックにおいて2度の銀メダルを、US オープンでは3度の金メダルを獲得した。また X ゲームズでもいくつかのメダルを獲得してきた。兄であるマット・キャスや友人たちと共に、スノーボードのグローブからウェア、そしてゴーグルを扱う、グレネードグローブというブランドを立ち上げ、事業を展開している。キャスの以前からのスノーボード仲間たちもプロの選手であり、グレネードとスポンサー契約を結んでいる。現在はカリフォルニア州マンモスレイクに在住。ありがとうございます。